お料理は私の大切なルーティンの一つです。あんまり真面目になりすぎないようにはしてて、ただ自分でご飯作って食べると自分が自分のためにちゃんとケアしているなっていうちょっとこう実感が持てるのと、そんな凝ったものは作らないんですけど、なんか例えば作り置きとかをしておいて、休みの日とかあと時間がある時とかにちょっと多めに作って増やしていって、こうタッパーとかに入れておけばちゃんとご飯を食べるので、ご飯食べてると心が安定するんですよ。だからこうちゃんと自分で自分を満たすためのどちらかというとプロセスかもしれないです。今から野菜をせいろで蒸します。これもあの誰でも簡単に作れちゃう。こうやって新聞紙にくるんでくれるんですけど、全然なんかもうラップがいらないんですよね。あの本当に十分保湿できるし、あとなんかこう土がついたままの野菜とかをなるべく買うようにとかもしてて、こうやって入れていくんです。そのキャベツとかもこうやってポコって入れて、自分のために作るので誰かに見せるためでもないし、張り切ると失敗するからもう張り切らないいいと思います。もうこんなもんで、じゃあ後ほどという気持ちで美味しくなってください。これがこの祖母が使ってた鍋で、今私が譲り受けて使ってます。多分もう何十年って使っ、もう大事に大事に使ってて、いつも作ってたものとかでもこれで作ると味が違う気がします。ほらほらほら、わー綺麗だよ、あなたたち綺麗だよ。これがご飯です。蒸し野菜はごま油で食べるのが好きで、いつもごま油と塩で食べてます。こう自分で料理を作って日々を暮らしてると、体も心も結構リセットされるなってものがあって、気持ち的にはやっぱり自分で自分をこういたわるみたいな、あしょっぱいもの食べたいからちょっと疲れてるのかなとか、なんかそういう気づきもあるし、毎日無理に続けようって思わないで、本当に好きなものをこう軽い気持ちで作っていくと身も心も安定する感じが、いい感じかも、ちょっと今日の味付けは私の大切なこと、動物との暮らしです。こちらが我が家の長女のジジちゃんです。今年7歳になります。ゾイちゃんです。ゾイちゃん、ゾイちゃん、ゾイちゃんちょっと眠くなってきた。ゾイちゃんは、7歳でうちに来ました。今年14歳ですね動物と暮らしてると、なんかいかに自分が日々余計なことを考えてるのかとか、身勝手な悩みを持ってしまってるんだなとか、なんかそんなことを感じますね。ゾイちゃん、ゾイちゃんで、こうたまに枕にしたり甘えたりしてます。ジジいつもなんかいっぱい愛情を伝えてます。一緒にいてくれてありがとうとか、あとなんかこう動物と暮らし始めてから、そういうアニマルライツのことに関心を持つようになって、そこから環境のこととか、本当にこう自分の選択が何かの犠牲を生んでしまっているかもしれないとか、いろんな気づきがたくさんあって本当に自分のこう人生を変えてくれた存在なので、動物はね、動物はなんか本当にすごく答えが明確だし、なんか食べたいとか遊びたいとか、まあ、眠たいとかなんかそういった姿を見てると、
ああ本当なんかかっこいいなと思うんですよね。人生で一番幸せです、動物と暮らして。なんか本当に、あ、私の人生に必要な子たちだったんだなって感じますし、本当助けに来てくれたんだなって。動物と暮らし始めて本当に幸せです。私です。私の大切なこと、ビオスチームです。ビオスチームはなんかこうヨモギ虫のちょっとこう進化版みたいなものなんですけど、もうこれに出会ってから最低でも月1とかでは来れるようにはしていて、仕事が忙しい時とか、ちょっと体調ちょっと良くないかもっていう時とかに来たりしてます。椅子の下からこのヨモギと野草とっていうものをこう煮出して、その蒸気を体にこうマントの中で浴びるってやつなんですけど、汗もすごいかくんですけど、なんかその汗がベタベタしないんですよ。すごくサラッとしてて、終わった後も二次発汗が結構長く続いたりとかして血行も良くなるし、温めると多分体がこうほぐれるし力も抜けるからすごく気持ちがいいですね。めっちゃあったかい、気持ちいい。これ今蒸されてます、絶賛。毎回手書きのメッセージと水と黒糖をいただけるんです。ここのカーテンでプライベートな空間にしていただいてるんですけど、いつも本とか持ってきて本読んで過ごしてることが多いですね。1時間ぐらい入ります。暑くなったらちょっとこう外したりします。やっぱり家にいるとやらなきゃいけないこととかどうしてもやりたくなっちゃったりとか、なんかそうちょっと世話しなくなってしまいがちなのを、こういう本当に一人、程よく人は感じるけど一人の空間みたいなところで本読んでぼーっとしてっていうのが好きですね。まあ、家でもぼーっとしてるんですけど基本的に。でもなんかぼーっとできるようになってからなんかいい感じですね。瞑想とも違う、なんだろう、なんかぼーっとするんですよ。私はちょっとビオスチームに入りながら読書をさせていただきます。ここは私の大切な場所の一つ、アンティーク山本商店です。古家具、古道具のもう虜になってしまって、で少しずつ少しずつこう集めていきながら、でもこう山本商店に来ると何時間でもいられちゃう、すごいこう、あ、昔こんなもの作ってたんだっていう驚きだったりとか発見もありますし、なんかすごくね、こうインスパイアの場所にもなるんですよね。古いものほど長く使われてきてて、その使っていた方の愛情みたいなものを受け継ぐことができるのが私はすごく魅力だなっていうふうに思ってます。なんかねちょっとこう探検みたいな感じで、地下と1階とこの 2階フロアがあるんですけど、ぐる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 回ってて、でまた2周目すると、あ、こんなものあったんだとか、1周目の時には見つけられなかったものも結構あったりとかするんですよね。だからもう沼です。結構ここは、はい、あ、これはレコードキャビネット、あ、本当だ、かわいい。なんかでも毎回初めての気持ちになれる場所で、やっぱり来るたんびにそのご縁がある
ものと出会える時もあれば、あこれかわいいとかこれ素敵って思っても、もうすでにあのお客さんマガも疲れてたりとかすると、そういうなんかねご縁を感じるんですよね、一点物っていうのは。まあその洋服とかもそうなんですけど、なんかどちらかというと家具に選んでもらうみたいな、なんかそういう感覚かもしれないですね。もちろんアンティークの良さが、あのロマンみたいなものが好きなんですけど、やっぱりこう使えなくなったらすぐ捨てるとか、壊れたらもういらないじゃなくて、やっぱり昔の家具とかって職人さんたちがいて、その一つ何かがちょっとこう壊れてしまったら、そこを直してまた使い続けたりとか、なんかキリのタンスとかも一回一世代終わったら次はもう一回削り直して、職人さんたちがで本当にまたピカピカになったキリダンスが次の世代に渡るみたいな、なんかそういったところに魅力を感じますね。時間をかけて一つ一つなんか丁寧に作っていたんだろうなと思うと、そういうなんか自分も生き方ができればなっていう風になんか感じますね。ため息が出そうになるものばかりですね。こんばんは。ご飯を食べに来ましたよ。おいしいご飯、素敵な人、私の大切な時間です。おいしいご飯を私に食べさせてくださるゆきさんです。はじめまして、ゆきです。ゆきさんの作る空間とか色味とかもう素晴らしくて、すごくいつもなんかこう心が満たされる時間をいただいてる、あの、お姉さんですね。嬉しい。あのレストラン行く時とか結構一人で行くのが好きなんですよ。自分と遊びに行くみたいな、そういう時はとことん自分のために好きな服を着て、でもご飯もいっぱい食べたいからリラックスできるけどちょっとドレスアップみたいな服を着てご飯をあの外に食べに行く時はそういう感じですね。ありがとうございます。わー、お豆ご飯を葉桜と桜、いただきます。なんかねすごくゆきさんのご飯って 見るのも楽しいんですよね。アートみたい。嬉しい。いただきます。はい、うん、嬉しい。なんかゆきさん家に初めてご飯食べに行った日に食べたパスタがもうずっと忘れられなくて、そう、ね、でもそれを覚えててくれたのがめっちゃ嬉しくって、それがもうすっごく美味しくて、うん、嬉しい。お昼ご飯だけ食べて帰る予定だったのに、うん、夜ご飯も食べたいって言って、そうタッパーに詰めてくれたんですよね。ご飯を食べきれなかったやつね、なんかね。ありがとうございます。あ、まあ綺麗なおピンクですね。おピンクですね。で、うん、食べてくれる人がいるから作るのも楽しいしさ、まあ、自分で作るご飯も楽しいんだけど、またちょっと違う楽しみが増えるかな、少しまた後で頼むと思います。うん、不思議なコンビネーション、うん、お豆と、うん、そうそう、マスカットと、と柑橘、うん、いつもだいたい足りてるって聞かれるので、ね、もっと私は結構一人でご飯食べに行くのが好きなんですよ。自分であのこう、あ美味しかったみたいな、でそれってなんか宝物みたいな本当気持ちで、でも時間は本当宝物だと思ってます。だからなんか自分のことをなるべく大事にできる時間を増
増やしたいなと思うんですよね。でなんか誰かに大事にしてもらうとか、誰かにその時間を作ってもらうとかじゃなくて、自分で自分を大事にする時間も作って、自分をちゃんと大事にするしてるなって実感すること。でも自分を大事にすると周りも大事にできるような気がします、うん、深く深呼吸しながらなんかこう毎日を過ごすことができるんじゃないかなと思ってて、そういう時間が今とても幸せです。これが私の5フェイバリッツです。